おはようございます。私はただいま川西能勢口駅に来ております。川西能勢口駅から出ている路線といえば阪急宝塚線と能勢電鉄線です。本日はその中の能勢電鉄線が主役です。まあサムネイルからわかるかと思いますが、本日は能勢電鉄の写真スポットへ向かいたいと思います。まずは今いる宝塚線のホームから能勢電鉄の出ているホームへ向かいましょう。まあここで能勢電鉄をあまりよく知らない方のために軽く説明をしておくと、能勢電は川西能勢口駅から妙見口と日生中央駅を結ぶ路線となっており、阪急の子会社です。まあそのため列車は阪急と同じカラーリングが現在はされております。写真スポットへ向かうために乗るのは10時4分発の妙見口行き。なぜ9時54分発の日生中央行きに乗らないのかというと、前面展望できる座席がすでに埋まっていたためなんですね。なので仕方がなく後発に乗ります。まずは9時54分発の日生中央行きを見送ります。列車は7200系ですね。7200系といえば能勢電鉄における最新の列車でしょうか。6分ほどして妙見口行きの列車がやってまいりました。列車は1700系です。1700系は能勢電鉄では古い車両の方ですよね。最新型の後発が古い列車というのもなかなかいい感じですね。早速乗車して行きましょう。車内の座席は緑色のモケットとなっております。1700系、運転席はこんな感じです。この編成が製造されてからどのぐらい経っているのかはっきりしたことはわからないんですけれども、結構古いと思いますが、手入れが行き届いているのかそんなに古い感じは全くしませんね。さあ川西能勢口駅を発車です。スポットのある駅までは全面展望を楽しみたいと思います。能勢電鉄は川西能勢口駅を出るとすぐに阪急宝塚線と分かれて北の方向へ進んで行きます。お恥ずかしながら私この撮影をしに来るまで阪急と能勢電鉄列車の色が同じなので2つの路線の違いが全くわからなかったんですね。まあしかしいろいろ調べた結果理解いたしました。まあ関東で例えるとしたら京成電鉄と北総鉄道みたいな感じでしょうかね。7200系と離合しまして霧の目橋駅を発車です。で今普通に思ったんですが、西日本の私鉄って線路幅が標準機がメインなんですよね。私鉄で狭軌って少なくないですか。狭軌がメインの関東とは大違いですよね。そして蛍の森駅を発車です。そして川西能勢口駅を出ること7分ほどで目的地のある駅に到着いたしました。まずは乗ってきた1700系を見送ります。1700系を見送っていると1700系がやってまいりました。ミラクルなシーンを撮影できたと個人的には思っておりますが、どうなんでしょうか。ということでやってきたのは能勢電鉄の鼓ヶ滝駅です。まあもうサムネイルからどこのことを言っているのか分かってしまった方も多いと思いますが、私は人生で初めて訪れるのでワクワクが止まりません。イコカをタッチして駅の外へ。駅からは少し歩きます。でこの辺りに能勢電鉄の廃線跡を見ることができます。
奥の壁のところに不自然な平らな部分があるのが分かりますでしょうか。そしてその先の川の部分には明らかに鉄道の鉄橋の支柱と思われる跡のレンガ造りのようなものがいくつか見えますよね。昔は能勢電鉄はあの部分を走行しておりました。なので鼓ヶ滝駅も今とは場所が違ったんでしょうね。そんな道草をしながらお目当ての撮影地に到着いたしました。こちらでございます。おお、能勢電鉄の写真とかテレビで見たことがある光景だ、すごいと思い大興奮でございました。個人的に来たかった鉄道撮影スポットランキング2位です。あ、ちなみに1位はありません。ここで列車が来るのを待ちましょうか。いいシーンを撮影できるといいですね。おお、早速やってまいりました。やってきました。やってきたのは7200系。お次はこれは何系ですかね。ちょっとはっきりわからなかったんですけれども、6000系あたりですかね。ちなみに能勢電鉄は10分おきに走っておりますが、この撮影地日陰がほとんどと言っていいほどないので、列車が来るのを待つ間はわずかな木陰で涼んでおります。気温が高く日差しも強いので燃えそうです。こまめな水分補給をしないとやばいですね。お、また列車がやってまいりました。こちらは1700系のようですね。いや、最高のスポットです。ということで本日は能勢電鉄の有名な撮影スポットに行ってまいりました。いかがでしたでしょうか。鼓ヶ滝駅での1700系同士の絶妙なタイミングでの離合、最高な撮影地での最高なシーンを撮影できましたが、日差しが熱くとても燃えそうでした。ということで川西能勢口行きの列車を見送りまして、この動画を終えたいと思います。よければチャンネル登録高評価お願いいたします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。